将棋の世界を例にとるとですね、今の小学校でアマチュア有段者の子どもってのは本当にたくさんいるんですね。でも昔と違って今はいろんな、将棋子どもの大会もありますし、ネットでも対局ができるので自分のその今の実力っていうのがある程度分かってしまうので、逆にプロになるのを諦めてしまう。で、それが幸せなことなのか不幸なことなのかちょっとよく何とも分からないですけれどもね。ですから情報が今はすごく豊富に手に入れられるので、そのことで逆に、ちょっと夢を諦めてしまうっていうケースはあるかもしれないですよね。でもやっぱり一つの道を志してそれに向かって全力で頑張ったことっていうのはその世界でどうなるかは別にして、一生懸命やったことっていうのは必ず残りますので、それがその世界でうまくいかなくてもその他のことで、また役に立つってことは絶対にあると思いますんでね。はい。私自身ももう53歳ですから、やっぱり10代の若さっていうのはすごく、まず羨ましいと思いますよね。で何をやっても本当にもう吸収して自分の力にできる、年齢だと思いますのでね、やっぱりその10代の1日1時間と20代になってからの1日1時間っていうのは同じことをやっても身につくものが違いますんでね、やっぱり悔いのないように、いろいろとチャレンジしてほしいなと思いますね。はい。